こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、ギロ編ということで、今回はギロの基本的な鳴らし方について解説します。はい、まずはギロを構えましょう。ギロ本体をですね、軽く指で支えます。あんまり強く押さえすぎると、楽器の響きを止めてしまいますので、まあ、なるべく軽く持ちます。ギロに穴が開いている場合は、これをハンドルとして、まあ、指先を入れて、このように持っても構いません。はい、そして反対側の手でスティックを持ちます。人差し指と親指で軽くスティックをつまんだら、他の3本指を軽く丸め込んで、スティックにすべての指が触れるようにします。で、肘から先、スティックの先までが一直線になるようにします。はい、ギロとスティックが持てましたら、まずギロを自分の体の胸の前ぐらいに、来るように構えます。このギロの傾きですね、完全にまっすぐというよりかは、若干このように、傾けていた方が演奏がしやすいです。ではいよいよ基本の楽器の鳴らし方です。スティックを持っている方の手、これを肘から先を動かしてストロークします。このギロのデコボコのある打面に対して沿うようにストロークで、だんだん近づけてこのデコボコを叩きます。はい、スローでやるとこのような動きです。はい、初めのうちはなるべくこのデコボコをたくさん当てるようにストロークします。つまりこう、ちょっとだけ、短くやるのではなくて、なるべく上から下まで当たるように、ストロークしてしっかりとした音を発音します。僕の場合はこのギロ用のスティック、真ん中ぐらいを持ちまして、だいたいこの出ている部分の中心か、まあ、やや先。このあたりが、ギロの打面に当たるようにストロークしています。はい、やってみるとわかるんですけども、このスティックですね、当たる位置が先になればなるほど音が高くなり、根元になればなるほど音は低くなります。やってみます。なのでですね、まあ、初めのうちはだいたいこの出ている部分の真ん中あたりに当たるようにして、しっかりとした音で発音するのが良いでしょう。はい、あんまりこう力いっぱい振る必要はないんですけれども、あんまり動きがゆっくりすぎたりふにゃふにゃしているとこう、情けない音になってしまうので、こうですね、熟練の剣士が相手を素早く切りつけるかのごとく、この動きを瞬発的に振ることによって、しっかりとした音を出すことができます。はい、慣れてきましたら今度は、1、2、3、4と、リズムに合わせてストロークしましょう。まずは1と3の時だけギロを叩いて、2と4の時は空振りします。ちょっとやってみますね。1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4。はい、では一緒にやってみましょう。よくない例としては、この楽器を叩こうとするあまり楽器にスティックを当てにいってしまう、あるいはこのストロークがですね、まあ肘から先で動かすのがいいんですけれども、まあ腕も動いてしまってこうぐにゃんぐにゃんに動いてしまう。こうすると、毎回同じ発音をすることが難しくなりますし、リズムのキープもとても難しくなりますので、なるべく、まあ、動くポイントを定めてですね、肘をだいたい固定して、振り始めの位置、振り終わりの位置をだいたい自分の中で定めたら、この2点を行ったり来たりで、まあ、動きは直線上になりますね。1、2、T、4、1、2、T、4。こう動いている中で楽器をだんだん近づけて、当たるというのが理想です。はい、ギロが難しいところの一つに、このデコボコの打面がですね、自分からは見えないっていうところなんですね。なので、この動画を見終わりましたら、ぜひですね、鏡で、見ながら、この1、2、3、4という動き、特にこのストロークの動きと、楽器にしっかりとスティックが当たっているかというのを、見ながらぜひ確認してみてください。はい、というわけで今回はこのあたりにしましょう。ギロの基本の音の出し方について解説しました。1、2、3、4と頭の拍で、毎回コンスタントにしっかりとした音を発音するっていうのはシンプルですけれどもですね、一番重要なところなので、毎回同じ音色、音量で音が出せるように、ゆっくりと練習してみてください。あとできればですね、まあ、鏡を見ながら練習してみてください。こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信を毎日しておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。